よし、ケールか。下まで行くぞ。やっとボス戦だ。ごめんな、あんちゃん。すぐにでも行きたいとこなんだが。あとちょっと防具とか、見てみようかな。いいぞ。よし。あとはボスだけだと思う。ああ、帰ったか。ただいま。うん。ういっす。おい。寝よ。防具とかちょっと揃えときゃいいんだけど、強制的に行くみたいな流れだったかんな、さっきは。みたいな、あれエグジットにしたらどうなんだろうな。もう一回戻れんのかな。うん、レアな。うん、なあ、そうね。へえ、ところ、オッケー。うん。うん。とりあえずだ。結構金も、おお、2万になってんじゃん。うん。行こうと思うわけだが。来るぞ。武器新調してきよ。武器つかまう。あ、そっか、これでいけんのか。便利。お願いします。そうか、売却、まあ全部7100。まあいいだろう。へえ、いい金になったな。相馬5万なんだけど、売るあるな。相馬どれだっけ。相馬1年しか勝ちなかったのって。相馬っていうかあれなんだね、味方全体の HP と SP か。このさ、相馬さ、あれだね、あれと一緒じゃん。生玉と一緒じゃんな。うん、防具なんだよな、ちょっと見たいのは。うん、今のは銃か。それにしろいたずらに使うんじゃねえぞ。うん、それがどうだ。あ、装備か。それにすんのか。あれ、ちょっと待って。よし、どれにすんだ。あ、モルガナはあれか、マックスか、上か。あんちゃん29か。うん、それ壊すんじゃねえぞ。1万5000か。なんかアクセサリー。お、命の勇気。相馬売りてー。よし、どれにすんだ。中か。デュージ20上がんのか。20は買いなんだよな。
それにするわ。いたずらに使うんじゃねえぞ。買って、あとリュウジ。あ、それか。気に入ったか。うん。モルガナは中華。どうしよっかな。でもまあ金あったから買っとくか。安全の状態で行きたいよな。で俺どれにすんだ。よし、いたずらに使うんじゃねえぞ。金はよし。あ、そっか、こういうのも見とかないとな。そっか、相談数あんちゃんまだ見てないな、そういえば。よし、これはまあまた後だ。また来い。ちょっと買いすぎちゃった感があるな。まあでもいいか、万全の状態で仕上げたかったし。また来いって言ってくれたな。一応見とくか。おい囚人、ピース。ありがとうございます。私に何か用でも。あ、そうそう、登録見るのですか。登録を行うのですね。本当にいいのですね。よいよい。あなたの奇跡です。ああ、そうだ、フェウス。ちょっと待って、これこれですか。レベル29。ハラギはマハタ。ちょっとアギラを取るんだ。ちょっと待って、強くないこれ。でオルフェイス、オルフェイス使えんのちょっと嬉しいよな。うん、ジオンが落下じゃ十文字。ああ、んアルセーヌ。ああ、この辺はあれだな、ゼロ円だけど強いんで。あ、しかも食いしばり覚えんじゃん。ダメでしょ。うん、これあえて使わないでいこう。よし、もう終わりか。使ったらボス戦とかかなりね優位に進めるんだろうけど。ダメでしょ。初見通過ね、初回で使っちゃダメだな。2周目からちょっと使ってみたいけど。あ、薬のマーク。あ、そっか、診療所とは別に。なんだこれ、金がかかるよってことかな。ここか、ここで傷薬とか買えるのかな。いらっしゃいませ。おう、 SP 回復するやつないか。あ、青ひげって書いてある。出世しましたね。よし、じゃあ行こうか。よし、SP 回復するの欲しいけどな。みんな今日で、今日で片付けるよ。いいか。で、今ってどんな状況だっけか。うん。うん。会議終了っと。オルフェイスか、使いたいな。よし、行こっか。思った以上に強くてビビったんだけど、レベル5とかぐらいからだと思ったのに。さーて、今日もやっか。手抜くんじゃねえぞ。
あ、一応レベル10になったし見とこうかな。何かご用ですか？蹴ってくれないこっちはあれだなっていうか、あの、うん、こっちジュスティーヌとカロリーヌ、うん、場所で違うのか。私に何か用でも。それともランダムかな。囚人を正しき道、さあ下格隊です。あ、ちょっと待って、辿るべき道は、うん、未登録こだま、マジでこだま。過度な力は破滅を招きますよ。ふっと過度な力は破滅を招きますよ。サイ、これで良いのか。おこい、へえ。ピクシー、ケルピー、あ、スライムだ。なるほど、これは強いペルソナです。エイハ覚えそうだね普通に。ケルピー玄武か。あ、見たま。可もなく不可もなくといったところですか。ブフ、エナジードロップ、エナジードロップってなんだ。あ、ローグロあんじゃん、これいいな。何でできる。サキュバスアガシオンか。あ、アプサラス。過度な力は破滅を招きますよ。前作のあれだよね。あ、貴様では扱いきれない。うっそー、欲しいな。オバリオンだ。不可もなくといったところですか。師団トグロ来た。ジャックロス欲しいな、早く見たいな。こっちのジャックロス、とりあえずまずはもう終わりか。食パン楽しみに行くか。時間です、囚人。さすがに10割は倒せんべ。今回でやりに行く。王の間空き家、王の間だからさすがに着いたな。よし、先に書くか。一応セーブ、セーブ早いな。行きましょう。さて行くとすっか。防具とか、あの武器は万全のはず。趣味悪いな。これしかもあれか、体操着か。嘘。え、調べとけばよかった。ねえ、他から入れない。研ぎ澄ませ。からか、ケツの前に乗っかって、面白いな。そんな、うん、よし行こうぜ。何か、あ、むしろか。感じるぞ。研ぎ澄ませ。よし、今回の主人公やっぱめっちゃ喋るな、違和感が。あ、これか。あれ、ボスと、いや、ここで来んのか。なんだこの部屋、すげえ。お宝とか絶対ここだろ。っていうか、なんか浮かんでる。何これ。そいつがお宝さ、ついに見つけたな。まあ待て、ここまで来れたら話そうと思ってたんだ。お宝は場所を突き止めただけじゃ奪えない、実体化させてやんないと。ほう、実体化。欲望にはもともと形なんてないからな。自分の欲望が狙われてるお宝だってことをまず本人に自覚させなきゃいけない。
欲望を奪われるって強く意識させるんだ。それで初めてお宝は姿を現す。そんなのどうやってやるの？本人に予告してやるのさ。お前の心を盗むぞってな。おお。予告状かよ。まさに怪盗じゃん。そうすればお宝は絶対に出る。はっ。またそれかよ。けどやってみる価値はあんな。いいね。これで潜入ルートは確保できたぜ。あとは現実で予告状をぶちかましてお宝をもらいに行ってやるだけだ。ちょっと待って、俺ボス戦だと思って1日またいじゃったんだけど。いよいよか。その息だぜ。現実で予告状を出したら引き返せないぜ。まあその気になったら言ってくれ。アジトに戻って予告状を出してやろう。あとはカモシダ。1日ちょっと無駄にしちゃったんだが。さてと。うん。あーマジか。まあでもいいか、しょうがねえ。こういう感じなんだね、うん、あるいはロードするもありかな。ちょっと一回じゃ戻ってみますかね、うん、よし、1日繰り上げ。お金も戻っている。よし、ほんで予告状か。なるほどね、こういう流れなのか。うん、よし。現実で予告を出す、面白いな。よし。うん、ういいいか。いいっす。うん、気になるな、どんな感じなんだろう。おい、だな。ドン。よし、あと9日。わ、この辺早送り。うん、よし、あとは一発勝負、慎重に考えて決めろ。ちゃんと話し合っておけよ。ちょっと待って、であれだ、また買い物にくそ、じゃあもう一回切ります。すいません、同じもん買います。セーブできてなかったみたいでちょっと前からやり直しました。行こう。うん、刷り込んだ意識が薄れればまた消えちまう。なんだよそれ。うん、いいか。消滅する。うん、外出禁止。おお、
なるほど、その次の日になるわけだな。じゃああれか、期日まで何日ってなっててもその辺も気をつけないといけないのか。二度とか。うん、消えちゃうのか。出す。鴨志田の野郎、覚悟しとけよ。うん、いよいよ明日だな。明日の朝予告してその日のうちにやるんだよね。予告の効果は長くは続かないからな。うん、不安か。待ちくたびれた。いい言葉だ。上等だぜ。絶対成功させるし。予告状は誰が用意する？俺に任せてくれ。お、なんで？なんでって、なんでだよ。ここ大事なとこでしょ。あんたで大丈夫？同感だ。派手にかましてやりてんだよ。書かせてくれよな。あ、いいだろ。俺は構わん。おう、任された。ちょっと本当に大丈夫？正体バレたりしたらこれまでの苦労が。わかってるって。よし、いよいよ明日だ。お前ら準備を怠んなよ。もちろん。さてと。うい。マークも考えてある。ほう。いいね。読んでなかったやつ。そっか、遅くなるとあれか。ウィス。優しい。おい。ウスウス。とりあえずまあ、うん、装備とか万全にしたんで。よーし。やってやりますか。作業づく。あ、できるんだ。キーピックが効果どんなんだっけ。うん、変えれるか。あった方がいいのかな。戦闘用ドローン弾、確実に。あ、できねえのか。キーピックか。キーピックいっぱい作っとけ。よし、これであれか。どうだ？ゲッツ、うん、もう一つぐらい。あ、そうなんだ。どんどん作れる数が増えてくんだ。そっか、他のことはできないけどこういうのはできるんだな。うん、器用さが上がった。うん、よし。さてと、いっぱい作れるようになんだな。よし。なんだこれ。じゃああれか、あっちの世界から帰ってきた後にこういうのやればいいんだ。うん、そうそう、わかるわかる。